はい、では行きましょうか。ファミコンジャンプ。はい、前回の終わりからちょっとだけ変化してるんですけど、すいません。動画撮り始めて行ったんですけど、行って HP を全員見たら、すいません、翼と太郎を回復するのを忘れていまして。はい、でおにぎりを買って持ってって渡して、買って持ってって渡してを繰り返してですね、30分ぐらいかかりましたが、回復してきました。はい。で、その30分の間にですね、実はちょっとまあ、詳しい友達に電話をしまして、心が重要ということも聞きました。はい。間違いないそうです。心は大事。まあ、なんか常に大事かもしれないと言ってましたけど、この最終のとこでも大事だと。で、ジャンプで上げまくるしかないって言ってたんで、当たってるのは当たってるはずです。はい。万全の体制です。このファミコンジャンプを、いただいた方に電話したんですけどね。はい。ついにクリアしますと。はい。じゃあ行きましょうか。じゃあ行きましょうか。さあ。行こう。そしてですね。そしてですね。一つ聞いたことがあるんですよ。この、邪気から出てきて、いろんな多分、いろんな作品別のボスが出てくるんですけど、なんか、それと対応したやつ当てればいいんやんなって聞いたら、そうでもないみたいな。なんか、変な組み合わせみたいなのの、なんか相性があるらしくて、結構、ありえへんとこついていってもいいみたいなことを教えてもらって、まあ、本人も覚えてるわけじゃないらしいんですけど、なんか、覚えてるわけじゃなかったんで、そのネタ自体を教えてもらえなかったんですが、ここにこれみたいな感じで当てていくねんって言ってたんで、それで行きたいと思います。邪気。で、こいつなら本来俺はまずこれ入れようと思ってたんですよ。桃行こうと思ってたけど、あ、太郎回復してない、完全に。ああ、気持ち悪い。まあいいか。あえてこの思いっきり硬派なやつに抜け裂くみたいな、ぶち込んでもいいんかなっていう。翼とか。翼行くか。負けないぞ、邪気くん。貴様はこの邪気の相手ではなさそうだ。あかんねや。戦えへん場合もあんのか。太郎は。太郎でいいの。おで、史上最高を目指している山下太郎だと。あかん、戦えへん。ある程度武闘派っぽいやつじゃないと無理なんかな。霊気、イサムどうなん？あられちゃんも悪くないけどな。イサム。僕の名はイサム。君が相手か。あかん。ちょっと待って、あられちゃんとかは全然無理やん。どっか決まってんのかな、ある程度。あられと遊ぼう。ダメ。いや、ケンシロウ出したくないんですけど、まだ。加納行くか。誰やねん。特犯科刑事、本庁特犯科刑事、ドーベルマンこと加納ジョージが貴様を挙げてやるぜ。この邪気が貴様に真の戦いを教え、来た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 、戦える。戦う必殺技逃げる。うわ、まさかのこれ、ロープレタイプですやん。手錠をかける。44マグナム、44マグナム食らわせてやる。どうだ？邪気28のダメージ。聞いてるのか聞いてないのか全くわからないですね。44マグナムを食らわせてる。大号陰流真空旋風章。うわ、食らってるぞ結構。44マグナムを食らわせてやる。当たってるっちゃ当たってるんかな。44マグナムも手錠をかけるって。犯罪者臭いけどなんか、手錠かけてみる？あ、なるほど。必殺技使うと気力みたいのが、努力値が減っていくのね。逮捕する！何やねんこれ、精神的ダメージやんけ。すごいな。逮捕してダメージ与えるってすごいな。ほら。飛行東方層浄水、けー！うーわ、めっちゃ食らった。あれやられたら終わりやん。あかん、これ勝てへん。44マグ、これ相性良くないんじゃないの？よし、勝った。邪気をやられてしまった。お、俺の負けだ。この世にはびこる悪はこの俺が絶対許さん。マシリト来た。マシリト、世界征服を企む科学者マシリト。
誰で行こう？いや、ここはやっぱ翼くんかな。91かな。91感が全くないから、あえて91か。イサムでもいいですけどね。マンキチ、ニンニクマン。っていうか、まず加納を投入するか。よし、加納いける。加納で、ボツ、ボツ、ボツ。出たー。出た、ボツボツボツは、桃太郎伝説にもありましたよね。28のダメージ。絶妙やな。でも、効いてるっちゃ効いてるのかな？ 28。無敵のキャラメルマン7号の攻撃。うわぁ！加納がやられた。加納がやられた。桃。男塾1号生筆頭、剣桃太郎が相手だ。お前なんか嫌いだ、向こう行け。ああ、やってもらえへん。太郎。太郎行く？よし、いける！太郎いける。サンライズボール、最高のボール。最高のボール。地上最高のボールだどー。26。あんま効いてる感じないな。逃げるか。太郎は逃げられない。じゃあもう戦って殺すしかないってこと？おら、あ、でもダメージは全然こっち食らってないですね。4しか食らってない。サンライズボール。ボツボツ。編集者ですからね、鳥島先生は。あれ、ボツ。ボツにするってことですよ。呪いの言葉ですよ。ボツボツボツ。やかましや、俺ら最高のボールじゃ。こいつ結構強いな。硬い、なんかすごく。戦うは全然ダメージ入らん。やはり最高のボールで押すか。ダメージ入らんすな。最高のボールで押しまくる。あれ？なんかダメージ入らんくなったら。なんで？あれ？硬くなったんかな？同じのばっかりやってたらあかんのかな？あれ？サンライズボールでいくか。サンライズボールだと！全然ダメージ入らへんわ。史上最高のボールだと！あかん、硬え。硬い。よーし、やった。お前なんか嫌いだ。おでやったど、勝ったど。フェニックス。王位継承候補、筋肉マンフェニックス。誰行く？太郎を投入するか。絶対こいつじゃないやろっていうの行きたいんで。一回ちょっと強めなやつ行きたいな。悟空か、聖夜か。悟空か、聖夜か、ケンシロウ。聖夜行こうかな。かっこいいな、こいつ。アテナのセイント、ペガサス聖夜が相手をするぜ。お前の力が私との戦いにとってどんなに無駄かということを教えてやる。あ、いけるいけるいける、いけるわ。ちょっと待った。流星拳、水星拳、コスモを燃やす。コスモを燃やす。燃える俺のコスモ。何これは。貯めるみたいなことかな。水星拳、出た、マッスルリベンジャーや。16。ペガサス水星拳、おら！うわあ、めっちゃ効くー！来た！これか！これが本当の意味での相性抜群ってことか。これぐらい出るんや。おら、ボケ！よっしゃー！強え！よし！ホモ？ホモですか？ビクトリー9段。峠9四郎。怪しいな。こいつやな。91臭いな。こいつのキャラっぽいな。誰で行く？あられちゃんか？ホモっぽいから、ケツで、ケツを見せつけていくっていう意味で、抜け柵いくか。こいつでもあんまり努力値がないな。いきなり尻見せ、怪獣抜け言、変態ギャグ、変態ギャグ。聞くでしょ、これ。もっと強く。22のダメージ、どうなん？怪獣抜け言。聞いてるっちゃ聞いてる。あ、まあ、100%最高に効いてるかと言われるとそうではないけど、矢口が足りない。橋本の努力値を分けてあげるかい。あー、なるほど。なるほど。自分の努力を、あー、なるほど。上げて、必殺技につなげていくってことか。大怪獣抜け込んだ。い
けいけ、抜けゴン、抜けゴンの連打で。え、でも橋本の努力値減ってないですよね。よし、やった。あかんわ、これは割には荷が重すぎたわ。よし、ヘルナンデス。これ翼くんか。あー、パーフェクトキーパー、地のヘルナンデス。キーパーやろ、キーパーやろ、ケンシロウ。北斗神拳は一子相伝、貴様はすでに死んでいる。来い、どんな攻撃も受け止めてやる。無理やろ、無理やろ。無双転生行こう。神拳究極攻撃無双転生。嘘やん、嘘やん、嘘やん。黄金の右腕が、嘘、あかん、当たらへん。マジか、剣破壊した。あてぇ、嘘、はい、あかん、逃げよう逃げよう、あかんか、違うんやわ、違うんやわ。ちょ待って、勘弁してよ。91あたり行く。怖いな、ここ一気にちょっと。ケンシロウめっちゃ行かれた。霊気、霊気、ゴッドサイダー、帰国霊気、剣山、剣山。君にはこのヘルナンデスの守るゴールを割ることはできないよ。あ、戦ってもらえへん。モモ。男塾1号星筆頭、剣桃太郎が相手だ。あかん。戦ってもらえへん。万吉。日本一のガキ大将、戸川万吉が相手じゃ。無理。筋肉マンあたり、どう？ジョジョ行くか。ジョジョ。波紋使いのジョジョ様がお相手するぜ。あかん。全然戦ってもらえへん。りょう。りょうちゃんが一発決めてやろうか。どんな攻撃も受け止めてやる。よし、来いや。バズカホ。どうじゃ、これ。こんなもん、お前キーパー取れるかよ、こんなもん。くらえ。嘘ー。え、めっちゃ食らう。なんで？え、当たらないと絶対無理やんね。91行くか。アストロ9段、アストロ1、宇野91のボールを受けてみろ。来い、どんな攻撃を受けてみろ。いけた。こいつは三段ドロップ、スカイラブ投法、ファントムマキュー、ファントムマキュー。ファントムマキューだ。当たった！よし！初めて当たった。熱血値が足りなーい。初めて当たりましたね。よし、スカイラブ投法。スカイラブ投法だ。当たったのは当たったけど、黄金の右腕だ。当たったのは当たったけど、ちょ待って。スカイラブ投法だ。当たるな。当たるのは当たるな。スカイラブ投法、すごい投げ方。あかん。あ、ランダムなんかな。受け止められる感じは。三段ドロップ、熱血値が足りない。結構熱血値これ上げんの嫌やな。結構辛いっすね、これ。ちょっと減ってきた。後半に残しておきたい気持ちもある。右手が跳ね返した。逆に17のダメージ。あ、まあでもあんまり食らわんから。いや、でも間違ってるっちゃ間違ってるんやろうな。こっちのダメージもそんなに入ってないからね。逃げてもいいけど、逃げるか。なんか違う。もっと当たるのがありそうなんですよね。悟空いっちゃう？ダメ。サッカーって食い物じゃねえのか。ケンシロウ。ケンシロウ、えらい食らったしな。太郎。太郎行くか。おし！お前行け！もう一回行け！最高のボールゲー。熱血値が足りない。そこそこ上げなあかんし。最高のボール食らえ。いやー、めっちゃ食らった。あかんわ。あかん！相性が悪い。太郎逃げられない。マジか。マジか。おでやる。絶対やる。逃げれた。いや、91が今のところ一番熱いですね。91でいこうかな。91で地味に戦ってダメージ減らしていくか。だってほら、こっちがあんま食らってないから。いつか削り切れそうな匂いがする。あれ？ダメージ跳ね返した。で、4、10とか出ることは、
いや、これケンシロウや。これケンシロウや。あれたまたま跳ね返っただけっすわ。多分。食らわせたら、思いっきり入るんや、これ。食らえ。あかんな。もう一回行く。そう、先生。ほら、よっしゃ、決まった。無双転生当たればこっちの勝ち。おっしゃー、ほら、北斗神拳の前に貴様の勝利はない。えらいの来たぞ、おい。宇宙の帝王ライエル、宇宙の帝王ライエル、ここモモでしょ、ここモモでしょ。キヨネル、月刀、キヨネル。あー、まだもう少しだ。ブラストフラッシャー、赤。相性はだいたいダメージでわかるんで、やばい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 、超相性悪い。ダメージを食らわないやつが基本的に相性がいいはずなんですよ。聖夜行くか、聖夜出すか、翼出す、翼出すか。バイシクルシュート、ダイビングヘッド、ドライブシュート、ドライブシュート食らえー。おっしゃー、入った。よしよしよし、ここや、来た、決まった。覚えとこ、書いときます。ライエル、翼、フェニックスが聖夜でしたよね。フェニックスが聖夜、あと何やったっけ、忘れた。ケンシロウがキーパーがケンシロウ。ちょっと危ないけど、キーパーケンシロウは。よし、ドライブシュート食らえー。ステイ、あ、ダメージ半減してる。この野郎、突き抜けろ。強いな、結構ダメージ与えてますけどね。ドライブシュート乱発、強、ドライブシュート乱発だぜ。つい、バイシクル行くか、バイシクル、バイシクルシュート、12。やっぱりドライブシュートにする。おら、よーし、来た、ライエル決まった。うーわ、また紫デビルサイダー、ラスネール伯爵。デビルサイダーやから、この霊気のキャラですよね。イサムあたり行く、イサム行く。僕の名はイサム、君が相手か。不死身のラスネールをどうやって倒すのか、お手並み拝見しましょう。よし、投げ縄早打ち、早打ち行くぞ。あかん、ダメダメ、これ全然ダメ、これダメ、逃げます逃げます、あかんあかん。よし、いや、もっと入るやつが絶対いいね。モモ行くか、モモ行きますか。刀、あー、食らってるな、いまいち多分相性悪い。強い、悟空行きます。オラがおめえの相手だ。残像剣、太陽剣か、カメハメハ。いやー、食らってる、食らえ。テレポーテーション、多分悟空も違う。マッスルビーストエンド、うわ、めっちゃ食らった。いや、これ悟空も違うわ。逃げて、誰行く、使ってないの、まだ使ってないの。あられちゃん無理、あられちゃん無理。太郎、ケンシロウ、抜け作戦、抜け作あたりもう一回投入するか。無理、させてもらえない。いや、霊気は絶対違うし、ジョジョ、リョウ、ジョジョ行くか。波紋パンチ、クラッカーボレイ、どうだどうだ、入れ。どうも調子が出ねえな。いや、16食らってるな、食らいすぎやな。ちょっと待てよ、リョウちゃん行きますか。リョウちゃん無理。マンキチか、筋肉マン、マンキチ行く。いや、ほんじゃもう筋肉マンや。これもほぼ格じゃないか。パワーのレスリングを見せてやる、カジマのクソ力じゃい。よし、来た。これラスネールは、ラスネールは筋肉、よし、カジマのクソ力じゃい。オッケー、倒した。私、口を不死身、決して死なんのだ。
え、なんなんこいつ。カジマのクソ力じゃい。え、倒せへん。何これ、筋肉ドライバー。え、なんか特定のやつとどめ刺すみたいなことじゃないとあかんのかな。筋肉ドライバー、カジマのクソ力じゃい。何度も倒す感じでいいのか。カジマのクソ力熱血値が足りない。分けてあげましょう。カジマのクソ力じゃい。ほら、死におらへん。なんなんこれ。ということは違う人で行かないとダメってことやんな。死なないやつにとどめを刺す。どういうケンシロウを投入するか。身が重すぎる太郎、どうやって倒せばいい。最高のボールだと。あ、こいつも合ってるな。こいつも合ってる。太郎か。いや、めっちゃ効く。太郎や。でも、史上最高のボール倒せるのか。は？どうすればいいんやろ。サンライズボール。なんか聖なる攻撃みたいなことなのかな。そんな攻撃できる人いたっけ。はあ、何これ、めちゃくちゃ強い。何これ何これ。どういうことや。これきつくない。とどめを刺す刀。いや、多分これ食らうぞ。めっちゃ、ほらー、抜け裂く。違う、どうやって倒せばいい。いや、結局霊気行くしかないってこと。大日継承、神魔秘門、神魔結破団、序案変名、農場宗務、公務消滅フォーム。ええ、ダメ。もう、バイロー茶菜は使えない。バイロー茶菜なんて一回も使われてないよ。何バイロー茶菜って。聞いた！神魔結破団。え、倒せへん。神魔秘門。え、なんなんこれ、マジで何これ。え、どうしたらいいのこれ、ほんまにわからん。一個一個確かめていくしかないか。なんかやってないことあったっけ。せいやか。水星剣、ペガサ水星剣くらえ。おら、どうしたらええねん。燃える俺のコスモ、燃える俺のコスモ。超オーバーキルするってことか。こうやって貯めてできんのかな。何も変わらんしな。なんか違う感じっすよね。全くわからない。抜け策は違ったでしょ。翼くん違うでしょ。91も違うでしょ。悟空違うっぽいけどな。
まあ、もう一回カメハメ当ててみるか。消え去れ。ジョジョか。アラレちゃん戦えないですね。ジョジョになるのか。クラッカーボレイ。いや全然効いてないし、多分これも相性悪すぎてやばい。難しいな。ここでこんな感じで詰まるとは思わんかったっすね。ここな、こいつなんじゃないの、もしかして。死んでるからもう詰んだんじゃないのこれ。投げ縄、これ捕まえるとか。早打ち、いや食らってるから相性的には良くないんですよ。一回倒してみる。あかん、もう全然あかん、全然あかんわ。ケンシロウで無理なんやからな。激ムズやんこれ。どうしたらいいの。筋肉バスター、筋肉だ、もうだこれやったしな。カジバのクソ力から筋肉バスター。倒せへん。何これ、マジで選択肢がもうなくなった。ラスネール君、選択肢がなくなった。完全に詰んだな。完全に詰みましたねこれ。うわ、こっから始まる、こっから始まるんか。なるほど、オッケー。じゃあとりあえず回復してきますね。はい、回復していきたいと思います。次戦ちょっともう一回いきますけど、これまた詰みそうな匂いがするんで、ここで初めて調べます。はい、初めてちょっと調べたいと思います。はい、多分連れ電話しても分からんと思う、分かりおらへんと思うんで、調べてみたいと思います。では次が本当のラストになると思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。